おはようございます。朝になりました。今時刻はね、7時ということで、アラームだと。失礼しました。はい、ということで、今ね、朝7時2分ということで、このホテルはですね、朝食、無料でね、利用することができますので、ひとまずね、朝食行きたいと思います。でね、気づいてしまったんですけども、もう下着の替えがありません。 いやね、パリで洗濯を入れて、もうかれこれパリから結構経ってるんですよね。はい、パリから出てロンドンで、このローマ、まあその間でね、普通に利用してたら、あっと思って、もう下着の替えがないということで、はい、ということで、朝食を食べたらですね、コインランドリーに行きたいと思います。ということなんで、イタリア、ローマ観光の初回はコインランドリーからということで行きたいと思います。いや、申し訳ありません。ということで、朝食ね、とりあえず行きたいと思います。もうね、多分朝食やってると思いますんで、行きましょう。では見ていきましょう。ケーキすごい。パン、ドーナツ、ケーキ、あとフルーツとチーズとドーナツ、あとピザもありますね。ピザすごい。あと蜂蜜も、月の蜂蜜がありますね。で、ベーコン、卵、真ん中は何だろう、ちょっと分かんないですね。卵、ソーセージ、ブロッコリーと、あと何かな、揚げ物。あ、でサラダがある、いいですね。サラダいただきましょう。で、あとはお水とフレッシュジュースとマスカット、マスカットはブドウがありますね。で、こちら側にヨーグルト、あ、すごい、生ハムとハムとサーモンと、すごいたくさん種類ありますね。あとこれはバターかな。はい、あとこっち側にシリアルがあります。なんか小さいところにたくさんギュッと詰まってる感じですね。いや、でも素晴らしいですね。ということで、いただきます。いや、非常に充実していますね。こんなお花とかも本物ですね。これごと持ってきてよかったのかわかんない。グレープジュース、なんかグレープジュースだと思うし、思うけどわからないんで。 あ、でも一杯分だから、多分これごと持ってきてよかった。いや、これたくさん並んでたんですよ。センキュー。なんかちょっとたくさん並んでるから多分大丈夫だろうと思って持ってきました。非常に素敵空間ですね。ちょっとね、画像を出しておきますけど、このカプチーノ、席着くと飲みますかみたいに聞いてくれるんですけど、ちょっとアート的なね、感じで、めちゃくちゃおしゃれです。いただきます。うん、あ、美味しい。そういうこともいただきましょう。で、取ったのはですね、もう完全になんか、ホテルの朝食といえば野菜セージみたいになってるね。ソーセージ、トマト、人参、ブロッコリー、キャベツ、レタス、キュウリ。いや、ありがたいですね、サラダを食べれるの。あとハム、サーモン、サラミとハムとサーモンですかね。あとヨーグルト、はい、ということでいただきましょう。まあ野菜はまあいいかっていうところですよね。うん、一応ブドウジュースだと思う。美味しい。ちょっと私たちが飲んでるブドウとちょっと若干違う味がするんだけど、どうなんだろう。でもブドウはブドウですかね。そういうことでいただきましょう。まあまあまあ、ソーセージとあれですかね、ハムとかですかね。いただきます。うん、ソーセージうまい。キュウリ、ですね、朝食はバンコク共通で、ソーセージとサラミとカリカリベーコンとありますね。これはサラミかな。うん、あ、サラミうまい。うわ、レタス、サラミめっちゃ美味しい。サラミ、うん、あとこれもサラミかな。うん、ちょっとサラミの味が違いますね、ものによって。
でしょうか。一応ヨーグルトいただきましょうか。このめちゃくちゃ美味しそうなヨーグルト、昨日のホテルとまた置いてあるのが違う気がするな。いただきます。うん、あ、果肉入りでめっちゃ美味しい。これこんなところでしょうかね。あれですね、ドーナツあたりを食べましょうか。ということで、これまだクリームクロワッサンね、多分中にクリームが入ってると思う。うん、イタリアではこれは結構あれなんですかね、一般的なんですかね。私昨日も多分これ食べてると思うな。朝食会ではね、全然広くないですね。席は20席ぐらいかな。20席もないかもしれない。ちょっとカラフルドーナツ。いただきます。おいしい。中にね、甘酸っぱいジャムも入ってる。それも程よい酸味で美味しいですね。座席はね、20ぐらいしかないんですけど、店員さんは5人体制っていう、めちゃめちゃフルサービスですね。でもやはり、イタリアの朝もやっぱりそんなに早くないのかもしれないですね。今7時半ですけど、2組しか使ってない、あ、じゃあ3組しか使ってないですね。ということで、またゆっくりいただいて、選択肢にね、行こうと思います。めちゃくちゃ朝食美味しいです。それではね、今撮影を終えて、まあ、食事をしてるんですけども、まさかのね、私の名前入りのラテアート的なので作っていただきました。特に何も言ってないのに作ってくれるこの素敵感、いや非常にありがたいですね。めちゃくちゃ可愛いです。このホテルのサービスすごいですね。ではね、朝食を食べて今帰るところなんですけど、ここのホテルはね、プールがあるみたいで、まあ入りはしないんですけども、ちょっとね、お見せできればなと思います。確かに8時から空いているはずです。はい、ということで、いや非常に日差しが強い。まだプールに入るのはね、寒いですね。当たり前ですけども。今朝8時ちょっと前ぐらいなんで、もうプールが空いている。今清掃作業はされてますね。はい、こんな感じでプールがあります。まあ、ここもね、無料で使えるみたいなんで、めちゃくちゃいいですよね。まあわざわざローマに来てプールを使うっていう人もなかなかいないと思いますけど、まあ一応ね、無料で利用できるんで、まあ知っといた方がね、いいかなと思います。いいですよね。うん、でこんな感じでね、ルーフトップになってますんで、まあそんなに見渡せるっていうほどではないですけども、まあ、景色を楽しむことができます。一応ね、奥に映ってると思うんですけど、一応バーカウンターがあって、それもね、あのオープンしますんで、昼間の間は、夜までその時はね、あの利用できるという感じですね。あ、清掃作業が終わったみたいなんで、はい、こんな感じになってます。まあまあそんなに大きくないですけどね、普通にちょっと入る分には十分ではないでしょうか。ではこんな感じになっております。客室戻りますね。はい、ということで外に出てまいりました。いやー、朝食会場でね、まさかあのカプチーノね、生入りで頼んあの出していただいて、非常にありがたいサービスでしたね。あの注文して出してきてくれたんじゃなくて、あのまだ1杯目が飲み終わってない状態で出されてですね、私も普通にあの飲み物を取ってましたので、お腹がチャポンチャポンになりましたね。はい、今かなりねお腹いっぱいです。はい、ということでホテルの外出てまいりまして、ちょっとね、前回パリであの洗濯ね、まあニューヨークでもしましたけど、今回ちょっと GoPro で活かしてください。前回ね、待ち時間ねだいぶ長くて、前回と前々回、怖っ怖っ、こう普通に穴開いてんじゃんいやいや、これもうちょっと広くなったら人をこのなんか鉄の板みたいなバラーって落ちそうな感じ、怖いですね。
しかも下は普通に空洞なんですね、これさらに怖い。まあそんなこんなでちょっとね、待ち時間中ねカメラの保管がねだいぶ大変でしたので、ちょっとこのコインランドリー編はあれにさせてください。 GoPro 運用でいきたいと思います。いやー朝涼しいですね。今日もね30度以上上がるんで、今日もめちゃくちゃ暑くなるんじゃないかなと思います。で幸いなことにね、ホテルからだいぶ近いところにコインランドリーあるそうで、もうやってるんでね、今向かっておりますけども、はい、ローマはこんな感じです。いやー素敵ですね、めちゃくちゃ素敵。今日土曜日だ。いやなんか人少ないなと思って、平日のローマはこんなに朝ゆっくりなのかなと思って、あんなわけないですよね。今日は土曜日ですね、はい、だからこんなに人は歩いてないんだ。ゆっくり過ごしてる感じですね。これは何の人たちなんだろうな。道路を清掃してる、しかも掃き掃除とかしてるけど、なんかお店の人っぽくないな。いやおしゃれな街だな、ローマも。急に噴水出てきますからね。また噴水がちょっと映ってるか微妙ですけど、やはりローマはカプチーノは有名なんですかね。カプチーノ頼んでる人が非常に多かったですね。でめちゃくちゃ美味しい、であれなんですね、ヨーロッパはこの乗り物すごい流行ってますね。乗ってる人すごい多いです。でね、イタリアはちょっとどっかの動画で言ってるかもしれないですけど、結構山坂がすごいんですね、はい、これはね今まで行った都市はねほとんど平ら道ばっかりだったんで全然感じなかったんですけど、私がいるホテルも上り坂の途中にあるみたいなね、そんな感じですね。今回の行った時はねほとんど平らだったんで、坂道とかをね全然考えずに、スーツケースをね持ち歩いていたんですけども、今回ね駅からテルミ駅からホテルまで歩きましたけど、本当にまあ途中下り坂だったんで良かったですけど、これ上り坂だったら結構終わりに近いんでね、はい、いい勉強になりました。結構勾配があるんですね。ここの道もね非常に坂がすごいですね。ここは上り坂ですね。あ、これはきつ。まあそんなこんなで結構あるんですね。だからなおさらこのキックボードみたいなのがね乗ってる方も多いです。ちょっとあんまり入りたくない通りだったんですけど、汚いし石畳すごいですよ。下り坂で、あ、でもここにレストランの入り口があるってことは普通なのかな、これは。ガレージって書いてある。駐車場なのかな。あ、でもここ普通にテラス席があるから結構普通なんですね。結構床が汚くてびっくりしました。もうここら辺に私の向かってるコインランドリーがあるはず。めちゃくちゃ近いところにあってありがたいですね。どこだろう。あ、車来た。車、あ、普通に車も通る。あ、ここもレストランですね。あ、で八百屋さんとかもあるんだ。あれあれ、この通りにあるはずなんですけど、営業中って出てたけど、もしかしてやってない。やばいぞいや Google マップでやってるって書いてあるコインランドリー屋さんが、ちょっと周り見てみますけど、やってないのかもしれない。私が一本通りを間違えてるとか、 Google マップの入り口が違うとか、いや、やってなかったのかもしれないですね。ちょっともう一回歩いてみましょう。近くにねもう一軒あるそうです。じゃあそこ行ってみたいと思います。こっちか。でもね、残念なことにここのお店ね9時オープンなんですよ。今ね8時28分
あくまで30分以上かかるっていうね。いやもうこの際待っててもいいから、ちゃんと機能できているコインランドリーを使いたいですね。たまにありますね、やっぱりこのやってるって書いてあってやってないっていうパターン。ここら辺ですね。ここかな、ラバーディア。あ、ここですね。ちょっとね、今日開くのか聞いてみたいと思います。ということで、今のお店はね、あれでしたね、ランドリーサービスでしたね。私が求めてるコインランドリーではなく、全部ねフルサービスでやってくれて、全部畳んで返してくれるみたいな、まあ簡単に言うと高いやつですね、まあ、ホテルのランドリーサービスのお店バージョンみたいな、まあ、ホテルで頼むよりかはるかに安いと思いますけど。ということで、ここからね10分ぐらいの距離に、あ、もう一軒あるそうなんで、そこは大丈夫そうなんで、そっち行ってみたいと思います。ローマを散策しつつ、いいですね、行けるんでいいでしょう。いやね、ちょっとね、言葉が分かんないから、声もう何人か声かけてきてるんですよね、カメラ回してると。何言ってるかマジで分かんない。ローマもあれですね、信号が青でも赤でも車が来てなかったら行く人多いですね。だ、日本はちゃんとあれするじゃないですか、すごいですね信号めっちゃ守る。おまわりさんも結構多いですね。パトカーもちょこちょこ見ますね。安心です。あ、この道をしばらく歩いていけばあるみたいですね。やっぱりあれなんですかね、改修工事がすごいんですかね。拷問工事されてますね。イタリアもテラス席やタバコはガンガン吸えるんですね。いや、ここも素敵だな、こんな感じの街並みです。いやー、いいですね。また今まで来たロンドン、パリと違う感じがして、すごいね。これが2022年普通に使われてて、外観も変わらず使われてるってすごいですね。これまっすぐ行けんのかな。やっぱり道路も改修工事してるんですね。でも改修工事をし終わった後の石畳なんですね。はい、ローマのなんかあるんでしょうね、石畳のところは石畳で改修するんですかね。でもこっちは普通のアスファルトなんですよね。ここは石畳で、改修工事してる先も石畳っぽいですね。いやー、一番近いところ空いてたら最高だったんだけどな。もう中もめちゃめちゃになってましたもう機械のコードやらなんかゴミやらは散乱してる奥に洗濯機がありましたね。お、フェイか。へえ、知ってますかね。まあ知ってる方少ないかもしれないですけど、反射してる。これね、このお店カメラのメーカーなんですよ。確かめちゃくちゃ高いカメラだった気がするな、はい、80万とかするまあソニーでもそういうカメラありますけど、カメラ系の YouTuber の方は結構多いですね、持ってる方は。へえ、こんなところにあるんだ。ってことはここも結構繁華街なんですかね。あ、ここスペイン広場だえ、ここリモアなんじゃないの。違う、お、リモアのお店だ。すげえ、めちゃくちゃ嬉しい。ここで出会えるのはリモアです。これが私がいつかゲットしたい、まあ、もちろんまだやってないんで、今日は、まあ、今日営業するでしょうから、ね、土曜日なんで、ちょっと後で撮りましょうか。スペイン広場の目の前にリモアでした。いやー、すげえ。あ、バレンチのとこ入ってる。じゃあ本当にここはあれなんですね。まあそりゃそうだ、スペイン広場ですもんね。あ、おまわりさんもいる。あ、ここは歩行者天国になってるのかな。みんな道路の真ん中を歩いてるんで。いや、 GoPro だとこういうのはしやすくていいですね
PCR 検査かな、 COVID がやってるのかな。外に店舗が、あ、ラピッド、でも COVID って書いてないから違うのかな。あ、これだ、これですね。今は確か飲食は禁止になってしまったスペイン広場のこの階段、もうアイスを食べることは許されないと。確か罰金取られちゃうんで気をつけなきゃいけないね。でもやはり朝が早いということで少ないですね、利用されている方が。ポージングされている方がいるんで私もポージングして写真撮りましょう。あ、すげえ、おまわりさんめちゃくちゃいますわ。これは気をつけないと。飲食禁止です、確かそう見ました。いや、おまわりさんがこんなにいるとは、いや、すごいですね。おまわりさんもいるし、周平みたいな、あのちょっとあれですね、収監されたらやばそうな車も止まってますね。はい、やっぱりあれはテロとかを警戒してるのかな。ここも人がめちゃくちゃ集まる場所でしょうしね、見れてよかったです。多分この時間じゃないとここまで人が少ない状態で見れなかったと思うんで、多分これからめちゃくちゃ人増えるんじゃないでしょうか。そして私が泊まってるエリアはめちゃめちゃいい場所ですね、うん、スペイン広場も歩いて10分ぐらいで来れる感じですね。ドルガバとかも入ってる、高級ブランドショップも連なってるんですね、ここら辺。すごっ、いやー、ローマいいですね。ティファニー、こっちはシャネル、すごいな。あ、ミュウミュウとか回る、本当にめちゃくちゃ高級ブランドショップ街なんですね、ここら辺は。建造とかある、懐かしいな、建造とか。私の高校生の時とか建造めっちゃ香水流行ってましたね。うん、アルマーニ。いや、ここ歩いてるだけで楽しいですね。お買い物エリアっぽいですね、ここら辺は。高級ブランドショップの、まあ今ね、あの円安なんで、まあ、海外でわざわざ買うってことは、まあ、まずないでしょうけども。でこういう売店が結構多いですね。これも多分開いたらなんかジュースとか、あの飲み物とか、ジュース飲み物、あと何だろう、タバコとかキャンディーとか、そういう本当に売店みたいなのがありますね。まだかな、結構歩いたぞ。あ、もうそろそろだ。いや、ローマ本当に見るとこたくさんあるんで、全然今回私1日しか観光取れなかったですけども、全然回りきれないですね。まあ今回はね、まあ、私が見たいところだけを回って、帰るっていうね、単純な旅ですんで、またいつか来た時に続きを見ようみたいな、そんな感じです。あ、やってるっぽい、てか営業するっぽい、もう人が並んでる。あ、これこれこれですよ、これ映ってるかな、ちょっと反射しちゃってますけど、はい、利用できそうですね。まだ開いてないと思いますんで、ちょっと待ちたいと思います。いやー、よかった、見つけました。ということで、ランドエリアさん無事オープンして利用開始できました。一応ね、今後の利用される方のために使い方言っておきましょう。まずですね、この下側のが洗濯機で、こっち側にもね洗濯機あるんですけど、まあとりあえずこれ説明します。私のはね、今ここに入ってまして、番号が振られて、料金は1回7ユーロで、洗剤はこちらは込みですね、このマシンは。ですんで洗剤は持ってこなくて平気です。でまずこのマシンでお金を入れます。そうすると入れたお金がここに出ます。そしたら番号を押す。そうするとここで、モードを選びます。まあ、あの温度が出ますんで、まあ、普通にあのデリケートとかね、名前も出ますんで、まあ、これは分かると思いますんで、ピコピコ押して、まあ、好きなモードで選んでスタートっていう感じですね。私は40度って出たやつで、あの私はね、店員さんにあのレクチャーをいただいたんで、あの普通レギュラー OK みたいな感じで言ったら40度のやつでスタートしてましたね。はい、でこれで、時間がここに見えるかな、41分、まあこれ45分ぐらいかかるみたいですね。で終わったら、まあ、同じ要領で上に入れてお金入れて
お金入れて番号をしてスタート。でこれも1時間ぐらいということでした。いやここのねコインランドリー屋さんはめちゃくちゃ親切で、9時になったらね店主の方が来て一通りねやり方を教えてくれます。まあ多分旅行者とかいろいろ来るんでしょうね。で Wi-Fi もね無料なんですよ。こんな感じでね Wi-Fi これめちゃくちゃありがたいですね。はい、待ってる間もねあのネット見放題なんで非常にありがたい。でねここねめちゃくちゃいいですね。綺麗ですし、はい、ドアも開きっぱなしじゃないんでねクーラーも入ってるんですよ。びっくりしました。ちょうどまあ7ユーロで乾燥も7ユーロなんで多分14ユーロ、まあそれでまあ多分50分なんで乾くと思うんですけど、まあ結構しますよね。日本円で2000ちょいぐらいしますけど、まあでもありがたいですね。この設備は本当にありがたいです。パリの時も店内めちゃくちゃ暑かったですし、ニューヨークの時はもう動画に私のシャツが濡れるぐらい汗かいてたんで、ここはめちゃくちゃいいですね。ということでちょっとね2時間ぐらいですかねかかると思いますけども、とりあえず洗濯終わるのを待ちたいと思います。いやここめちゃくちゃいいです。概要欄に住所を載せておきますね。スペイン広場のそばなんで非常に来やすいと思います。ということで今ね10時半ですね。いやめちゃくちゃいい環境で洗濯を終えることができました。この店主の方がねめちゃめちゃ親切な人で、概要欄に載せておきますけども、もうやり方もね一つ一つ全員あの来る人にレクチャーしてる感じですね。まあ、あのやり方が分かんなかったりしても大丈夫です。基本的にね裏に3枚してるのかな、そんな感じですね。お客さんが来たら出てくるみたいな、そんな感じになってます。一応あのやり方みたいなのは調べてきたんですけど全く必要なかったですね。いやありがたい。だって来るお客さんに全員一人一人説明するって大変じゃないですか。めっちゃいい人でした。ありがたいです。洗濯物もバッチリなのでこれでまたしばらく洗濯を気にしないで生活できそうですね。では畳んで一旦ホテル戻って観光行きたいと思います。ということで出てきました。こちらですね、はい、あの場所はね概要欄に載せておきますんで、ちゃんと Google マップにもねあの登録されてますんで、まあ、そこあの概要欄クリックしていただければこちらに来れると思います。めちゃくちゃ親切コインランドリーのサービスとしてないと思うな。 Wi-Fi がつながって冷房ガンガン効いててでやり方も全部教えてくれるって。パリにいた時にコインランドリー行った時もあの店主の方がね、まあ、たまたまね閉店のタイミングだったんですよね。その時はだったんでちょっと教えてくれたりねしましたけども、さすがに1から10まで全部説明してくれる店主の方なんてなかなかいないですよね。びっくりしました。私以外のお客さんにも全員レクチャーしてるしてますからね。いやありがたいサービスですね。めっちゃいい人でした。もうまたイタリアに来たらここを利用しないわけにはいかないですね。コインランドリー使うんだったらやっぱり時間かかるじゃないですか、待ってる間。その間 Wi-Fi 無料で使えるっていうのは本当にいいですね、はい、退屈せずに来ることができました。ということでスペイン広場を通ってまたホテルに1回戻ります。いやーやっぱり今ね午前10時半ということで人が非常に増えてきましたね。あ、これ路線バスなんだ。おしゃれ、かわいいですね。いやー美しいですね本当に。とことこ歩いてホテル戻ります。それではスペイン広場この石段の上にね登ってまいりました。どうでしょうか、反対から見るとこんな感じ。めちゃくちゃ暑いですいやなんか感慨深いですね。やはりローマの休日を思い出してしまいますね。でも同じことができないのはちょっと寂しいですけども、でもタバコの吸い殻はめちゃくちゃ落ちてますね。これはちょっと残念。タバコが OK なわけでも多分ないと思うんですけどね。でもこんだけ暑いんで普通に水飲んでる人大量にいますね、うん、一応ダメなはずですけども、まあでもな難しいところですね。
下から見るとこんな感じで皆さんね記念撮影されております。いやこれはちょっと来れてよかったですね。嬉しいです来れて。まあ、広場はねこんな感じになってまして、でこの階段があって目の前に噴水があると、まあ、この噴水も皆さん記念撮影されてますね。うん、あんまりよく見ない方がいいかもしれないですね。結構ゴミが捨てられてもったいない感じになってますね。でもおまわりさんがめちゃくちゃいますねここは。うん、まあ多分お水は OK だけど食べ物はダメとかそんなになってるのかな。一応飲食禁止みたいなの聞きましたけど、まあでもいや本当にめちゃくちゃ暑いんでね今。うん、それはちょっと休んでお水飲んじゃう人とかいるでしょうっていう感じです。あ、すごいですね、自撮り棒売ってますね。自撮り棒を手持ちで見えました。なんで自撮り棒を差し出してるんだろうと思ったら、スマホに自撮り棒をつけて撮影するように自撮り棒を売ってるんですね、手売りで。あ、びっくりした何かと思ったらそういうことだったんですね。朝多分やってなかった売店がオープンしてますね。ということでとことこ歩いてホテル帰りたいと思います。観光に行きましょう。ということでホテル帰ってまいりました。このピーチジュースで休憩します。いやめちゃくちゃ外暑いですねもうね T シャツがめちゃくちゃ汗かいてる。あのリュック背負ってて、またあの洗濯したばっかりの服を背負ってるんで、あの洗濯背中がずっとあったかいんですよ。でこれね、あのミニバー無料のね、これはピーチジュースですかね。いただきます。うん、ネクターの濃いみたいなやつですね。あ、美味しい。でもこれ 50% しか入ってなさそうですね。 50% って書いてある。うん、いやミニバー無料ってめちゃくちゃいいですね。明日の朝ねチェックアウトするんで、もう今日中に消化しないとねちょっともったいないので、まあ、この中のものもねあのじゃんじゃん飲んでいきたいなと思います。ということで11時になりました。ちょっとだけあの準備して観光ね行きたいと思います。はい、ということで外出てまいりました。まずはね教会に行きたいと思います。サンタマリア・マジョーレ教会。こちらね大聖堂の一つである有名な教会ということで、ちょっとこちらにまず行きましょう。今日ねできればパスタをいただきたいですね、このローマでね。はい、せっかくなんで。これは行きにも映したと思いますけど、こういうのが急に街中にドンって出てくるのがこのイタリアローマの感じなんですね。で今まで来た都市の中で一番歩道が狭いですね。うん、本当に狭い。こんな感じなんですよ。で今はこれもちょうど上り坂で坂を上に登ってる感じですね。ですね、これ、まあ、私はちょっとね結構歩きたい人なんで海外でも全然いいんですけど、それでもこの坂はやっぱり辛いもうこうずっと今行こうとしてる道はずっと上り坂なんですよね。これ体力持ってかれますね。実はホテルのお水を1本持ってきましたけど足りるかな。こんな感じでね街並みはすごいね素敵なんですけど、どうです？でも落書きとかはね結構多いんでちょっとあれですね、もったいないですね。ここは何なんだろうな。あ、ここも教会なのかな。いやでも街ブラめちゃくちゃ気持ちいいっていうか、建物が素敵で本当いいですね。まあこんだけ暑いですけどね、でも冬よりかはね私は夏の方がね観光するならいいんですよね。荷物が少ないし。
冬の雪とか本当に寒いのって本当にきついじゃないですか。でお手洗いも近くなるし、荷物も増えるし、今回80ぐらいのスーツケースで今来てますけども、正直ここまでいらなかったですね。まあめちゃめちゃ隙間空いてるかっつうとそこまででもないですけども、60ぐらいでも行けましたかね。でおしゃれなもの でですね、このローマの街は9時になると鐘が鳴るんですね。はい、ちょっとお見せしたかったですけど、今ちょうどなんかの鐘が鳴ってますね。この街並みに鐘の音っていうのはね、非常にあれですよね、合いますよね。いい、あ、ここの先はちょっと大通りになってるんだ。人通りがかなり多そう、車通りも多いですね。あ、ここは酒屋さんだ、ビールとか売ってました。あ、いいですね、かなり車通りの多いところに来ました。ここは何なんだろう。あ、これもホテルですね。ホテルちょっと読めないな、オビリネイルちょっと読めてない、でもかっこいいですね。あ、めちゃめちゃ人増えてきましたし、やっぱりこちらも2階建てバスですね。はい、観光バスが走ってます。この交差点のど真ん中に噴水があるところですね。いやー素敵で、こっち側もこれは何なんだろうな。さっきあったのはレストランとかでしたけど、シネマスペースって感じ。ってことは映画館ですかね。まあ複合施設的な感じですかね。ここやっぱりあれなんですね、結構通る人が多いんですね。露店が広がってます。本屋さんだったり、あとはCD ショップとかレコードとか持ってますね。古本とか持ってる。飾っとくだけでもおしゃれに見えるやつですね。はい、CD とかもある。本屋さん。あ、でも本屋さんが多いですね。まあ値段とかも書いてないのかな。書いてなさそうですね。すごい。めちゃめちゃ種類ある。ミニカーとかも置いてありますね。でも本屋さんがほとんどですね。うん、古本が中心なのかな。あとなんかポストカードみたいなのも売ってますね。やっぱりローマの休日が有名なんで、ローマの休日のポスターとかポストカードとかスーツケースも売ってますね。すごい。いやね、まあまあでかい交差点でもね、ついてないんですよ信号が。ちょっと怖いですよね。ここはレストランですね。反対側に渡りたいですね。あ、昨日スーツケース歩いてきましたね、反対側。そこはテルウミ駅ですね。いやー、ヴィトンのバッグがたくさん売ってます。まあもちろん偽物でしょうけど、すごいな、ゴミがすごい。ゴミがなんか空いてんだか空いてないんだかよくわかんないようなお惣菜的なのも捨てられて、もったいないですね。お、すごいここもね、緩やかな下り坂になってるんですけど、歩道もこういう感じで斜めってるんで、いや本当にローマの街はスーツケース引いて歩くとかマジやめた方がいいですね。それでは到着いたしました。そんなに思ったより観光客の方はいらっしゃらないですね。あ、日陰涼しい、まあ、それはいいですね。こちらサンタマリア・マジョーレ大聖堂ということで、こちらはですね、356年に今晩雪が降った地に
教会を建てよと、聖母のお杖を夢に聞いた皇帝リベリウスが建てたと言われている教会と。今夜は雪が降った地に教会を建てよって言ってこれ建てたんですね。いやすごいいやすごいですね。いやなんかちょっとした教会だったらまだしも、まあ、人はね向こう通ってるの見えてると思うんですけど、これめちゃくちゃでかいです。中見れないんですかね。ちょっと行ってみましょう。この店員さんが休憩中に店の前でタバコを吸ってるっていうのもまたザ海外って感じですよね。なかなか日本じゃありえないですもんね、制服着て店の前でタバコ吸ってるっていう。多分私が今見てたな、どうやら裏口っぽいですね。湧き水が出てんのかな。みんなそこでね湧き水で、まあ、体を冷やしてる人はねまだわかるんですけど、普通に飲んでる人もいましたね。まあ一応イタリアねお水飲めるんです。飲めることは飲めるんです。いやでかい。はい、どうでしょうか。いやめちゃめちゃでかいですね。いやすごい。やはり観光客の方はこっち側に多いですね。はい、夢の中のお告げを聞いてこの規模の教会を建てるってやっぱりやばいですね。話を聞くだけでスケールのでかさがね感じられますよね。いやすごいな。ここはちょうど入り口で向こうからね入れるみたいですね。ここは入場無料みたいなんで、興味のある方はぜひ入ってみてください。ちょっとねもう今日しか時間がありませんので、いろいろ回りたいと思います。いやー暑いですね。ちょっと次のルート調べます。ということで次に行きましょう。今ねちょうど12時半なんでお昼にしましょうかね。ちょっとブロガーの方がおすすめされていたパスタ屋さんに行きたいと思います。ここら辺はお土産ショップが非常に多いんでいいですね。本当にキーホルダーみたいなジャラジャラしたものから結構売ってますね。あとタバコ屋さんもある。いや昨日のピザめちゃくちゃうまかったんですよね。もう一回食べたいぐらいまで美味しかった。ピザ大好きな私としては。では行きましょう。もうここからねすぐそこなんで、ちょっと混雑状況とか全然見てないですけど、ちょっとそれだけ心配ですね。ここねレストランなんですけど、こっち側が柵された公園みたいになってて、もうここのすぐそこにあります。今回はね、まあ、イタリアに来てるということでパスタいただきます。さあ店が見つかんないぞいやねこういう情報はねもうしょうがないんですけど、潰れてたりもね絶対ありますんでね。基本的に今出てるねブログって多分コロナの前に書かれたブログが多いんで、まあ、もしやってなかったらしょうがないですね。また違う店を探しましょう。ということでお店に着きました。こちらですね、はい、これね並んでるっていうよりかはね開店が今ね12時32分なんですけど、ちょうど今開店するみたいな、だからこれ開店待ちのお客さんで並んでるという感じですね。しかもこれね並び方がよくわからないんで、どうやって並べばいいかよくわかんないですけど、もうね開店時間の12時半を過ぎてるけど、まだドアは開かないっていう感じですね。ひとまずね待ちたいと思います。もうせっかく来て、多分オープンしてないんだったらすぐ入れんじゃないかななんていうふうに思ってるんですけども、でもねこのこっちにも並んでるしこっちにも並んでるから、一応こういう感じで並んでんのかな、ちょっと分かんないんでここら辺にいたいと思います。ということでここら辺で待っておきましょう。まあ、店にねお客さんが入りだしたらね、まあこの列が動くんだったら動けばいいかなっていう感じですね。なんで反対側に並んでるのかちょっとよく分かんないですね。では待ちましょう。では店内に入りました。これ何なんだろう、ちょっとこれ何か分かんないのが置いてありますねこれ何、全席に置いてあるんで多分これなんかあれなんでしょうね。いや本当にね開店と同時に入れたんで良かったです。でね、おすすめって書いてあったのはちょっと商品名がアマトリチャーナ
パルミジャーナパスタが有名ということで、まあ、アマトリチャーナを行ってみましょうかね。はい、でメニューはね、一応このね、これ全部メニューです。このテーブルクロスがメニューになっていると。で Wi-Fi があれみたいですね、無料みたいです。まあちょっとね、店員さんが来たらもう速攻注文しちゃいたいと思います。でも入れてよかったですね。こんなに並んでたんでちょっとねビビりましたけど、無事にいただけそうです。ということで到着しました。もう入店してから1時間経ってますね。まあ、めちゃくちゃ美味しそうです。でね、このね、これね、タンが入ってるみたいで食べていいみたいですね。はい、ということでレギュラーウォーターといただきたいと思います。どういう順番でご飯が来ているのか全然よくわかんないです。私より先に入店したであろう人たちも、まあ、注文してるね品物によって結構変わるみたいで、まあそれはそうですよね。うん、ということで今もうね外に人並んでるぐらいね、こう人気店みたいですね。よいしょ。でお水です。であれみたいですね、このローマっていうのはやはり観光客が多いだけあって、美味しいお店と粗悪なお店がね結構はっきりしてるみたいなんで、いただきます。一応ここはね、そういうことはないですよということで、じゃあね、アマトリチャーナでございます。じゃあパスタをいただきましょう。いや、めちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。あ、これはね、めちゃくちゃ美味しい。これは美味しいですね。多分チーズが一緒に絡まって入ってる感じですよね。非常に美味しい。 いや、これね、めちゃくちゃ美味しいです。ということで、あとはゆっくりいただいて出たいと思います。いや、めちゃくちゃ美味しいです。ということで、お店に出てまいりました。いや、今もね、7、8人の方が並んでおります。で、出る時にね、まさかの停電になるっていうね。私トイレの中にいたんですけど、びっくりした。携帯のライトで照らして出てきましたけど、はい、こんなこともあるんですね。いや、非常に美味しかったです。会計はね15ユーロですので、まあ2000円ぐらいですかね。水と、まあ、あのフリーのパンと、あと、アマトリチャーン、トマトベースのチーズのパスタですね。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。本当に美味しかった。ぜひね、はい、こちらも概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひ来てみてください。お店の外観こちらです。多分アマトリチャーナって言えば通じると思うんですけど、まあ、写真見せたりして注文するのはね楽でいいかなと思います。ということで、まあ、ちょっと思った以上にね時間かかってしまいましたけど、それでもねめちゃくちゃ美味しかったんで、個人的にはね非常に大満足です。ということで次行きましょう。それでは次、サンジョバイン・イン・ラテラの大聖堂。こちらローマ教廷座が置かれた高名な大聖堂、1700年代に作られた、彫刻が特徴ということで、こちらに行きましょう。これもね、ここから10分ぐらいで行けますんで近いですね。はい、ということで行きましょう。いやー、めちゃくちゃ美味しかったな。ちょっと私のパスタ人生の中で多分一番美味しかったと思います。はい、それぐらい美味しかったです。いや、本当にいろんなブログが書かれていて本当にありがたい限りですね。読めば大体のものがちゃんと食べれるし、でお店の店内もね非常に雰囲気が良かったです。でも本当に店員さんめちゃくちゃ大変そうでした。どんどんお客さん来るし並んでるし、でも開店が遅いんですね。はい、12時半に開店、飲食店、まあでもありますか。はい、で一気に入りますんでね。だから私のオーダー、まあ、結構早く取ってもらいましたけど、来るまでに結構かかったっていう感じですね。でもこれを味わえたんだったら全然問題ないですね。このイタリアでパスタとピザを食べるっていう私の目標は叶いましたんで、結構大満足ですね。あと、まあいろいろコロッセオとか見たいですけど、まあここら辺があと見れれば今回の滞在ではね目的達成してますかね。いやー、イタリア日差し強いですね。でこんな感じでね、さっきも、はい、急にお水水道流れてるみたいな、これ多分地下水かなんかなんですかね。もうずっと流しっぱなしみたいな、そんな感じなんですね。
まあ、普通に皆さんこうさっき流れてたところでも手洗ったりね、はい、してたんで、これがイタリア流なんですね。地下水なのか水道水、あの湧き水なのかちょっと分かんないですけど。では間もなく到着となります。それでは到着しました。いやこれもめちゃくちゃでかい。わー素敵。ここもね内覧できて、セキュリティチェックみたいなのがそこにありますね。金属探知機かな、うん、中に入れるようになってますね。いやまあ暑いんで周りでなんか写真撮ってるような人はいないですかね。いやーすごい、これはめちゃくちゃすげえ。こんな大きいのカメラに入りきってないですね。これで入るかな。あ、これでやっと入りました。ちょっと正面に行きたいな。これで入りましたかね。いやーでかいなこれ。一応ね入り口のそばに人立ってるんですけど見えますかね。めちゃくちゃでかいです。いやー綺麗ですね。これはね来た甲斐がありますね。いや嬉しい。ちょっと中見たい気もするけどあんまり時間がないんで次行きましょう。ということで次はねコロッセオ行きたいと思います。さっきのね場所からちょっと歩いて来ておりますけども、ここもねこの場所から15分20分ぐらいで着くそうなんで、まあちょこちょこ歩いてる方もいらっしゃるんで、まあそんなになんか危ない感じはしないですね。ほらこんな感じでね、あの空いてるスペースがあると空き地じゃない、あの映ってる落書きがねすごいあるんですよね。ちょっとねバスで空港からここまで来た時にねちょっとこれが結構見れてあれでしたね。ちょっと怖いなと思いました。ちょっと治安悪いのかなと思いました。でも全然大丈夫そうですね。個人的にはパリの方が緊張感があった気がするな。うん、なんでだろうね。まあ、空港でちょっと怖かったからかもしれないですね。コロッセオに通じる道とはいないぐらい人通りが減りましたね今。さっきまでちょこちょこ行ったんですけど、でもねお店がねこの左側ねやってないところとやってるところでねこんな感じでね美容院とかさっきコンビニみたいなところもありましたし、普通にやってるんですよね。よく考えたらこのマンションのこれベランダないですね。反対側なのかな。なんか住宅街はね歩いてるつもりなんですけど洗濯物を見たことないですね。中にあんのかな。あとエアコンの室外機も置いてないですね。やっぱり知らない国だと全然わかんないですね。そして路上にある ATM 普通に稼働してましたね。ピカピカ光ってました。ちょっと画面越しだと分かんないですけどこの木の林の奥はもうコロッセオですね。これはレストランとか、あ、ジェラートね。イタリアはジェラートも確か有名ですよね。あとこれはお土産屋さんです。ありとあらゆるものが売ってますね。かなり人通りも増えてきて安心ですね。あんまり歩き回って観光する人そんなに多くないんですかね。そんなこともないと思うけど、もうすぐそこに、あ、でもこっからかな。あ、すごいすごい人だ。すごい人増えてきました。あ、あっちもすごい人ですね。いいですね、めっちゃ、はい、挨拶してくれました。あ、イタリアといえばアコーディオン弾きですね。本当にいるんですね。本当にいますよ。本当にいる。衝撃。
本当にいるとは思ってなかったです。はい、アコーディオン機さん、レストランの前でいますね。やっぱりあれなのかな、リクエストしたらチップみたいな感じなんですかね。うん、いや私ね結構もうあのレストランの周り歩いてましたけど、アコーディオン弾きを見たことはなくて半信半疑でしたけど、本当にいるんですね。うん、はい、ということでコロッセオ到着しました。いやすごい人見えますかね、中歩いてる人もいらっしゃいますよね。内覧できるんですね。いやーすげー、今も改修工事がずっとされている感じでしょうか。いやーすごい、でかい。やはりこのコロッセオも想像の 2,30 倍でかいですね。いやー大きいな。多分中にもね入れる、中に入ってる人もたくさんいるんで中にも入れるんでしょうけど、いやこれはじっくり観光時間ある方は行った方がいいですね。いやすごい、あ日傘も売ってますね、日傘先ほどは自撮り棒でしたけど次は日傘ですね。へえ、いやでかっ。ということで無事ねコロッセオ到着しました。いやーでかいですね。はい、めちゃくちゃ大きいです。コロッセオが大きいんでね、大きな日陰を作ってくれて非常にありがたいです。いやーでかい。そして人もねたくさんいますんで、まあ、ちょっと気をつけた方がいい部分もあるんでしょうけども、まあ、こんだけ人がいればね逆に安心ですね。自撮り棒と日傘と、手持ちで売って歩いてるおじさんがいますね。まあでも自撮り、まあでも売れるんでしょうねきっとね、やってるってことは。はい、ということで次の場所向かいましょう。いやーすごい、ちょっと回ってから行きましょうかね、せっかく来ましたんで。これが闘技場として使われてたっていうのが本当に衝撃ですよね。あーすごい、あここから結構限界まで近づける。それではコロッセオからちょっと歩いたところにコンスタンティウスの凱旋門っていうのがあるんですね。今ちょっとここまで歩いてきました。でこちらにコロッセオと、でこの反対側にですね、ちょっと今映ってないんですけど、この木の裏側にですねフォロ・ロマーノっていう古代ローマの寺院広場があるんですね。ちょっとそっちの方行ってみましょう。それでは行きましょう。ちょっとねこちらはピノ・ロマーノっていうとこだと思うんですけど、まあこちらもね、見れる、ここまではね近づけるんですけど、この中はねお金がかかる感じですね。で反対側にコロッセオと、でこちらの反対側にコンスタンティウスの凱旋門という感じですね。いやここはね近くにいろいろあっていいですね。でこのコロッセオもね、入るのすごい時間かかりそうなんで早めに来た方がいいですね。めちゃくちゃ並んでました。それではコロッセオを後にしてパンテオンに行きたいと思います。コロッセオの観光はねめちゃくちゃ暑いんですよね。で無料の水の配給所がありましたんで、私もペットボトル持ってるんで入れていきたいと思います。今日はねローマ35度ということでめちゃくちゃ暑いです。あ、普通のお水とスパークリング両方あるんですね。みんなスパークリングは入れないんで、まあ私も普通のお水でいいですかね。ということで、コロッセオを後にして今パンテオンに向かって歩いております。いやお水を無料でゲットできてよかったです。いや今日ね35度ぐらいまで上がってるんでめちゃくちゃ暑いですね。ではここからね20分ぐらいねありますんで、まあ到着するまで
止めちゃいましょうか。いやー、ここら辺も非常に反対側ね、ちょっと私は何か分かんないんですけども、非常に綺麗な風景が広がっております。日傘売ってる、日傘。いやー、これは本当に具合が悪くなる人も出るぐらいの暑さですね。いやー、こんな暑いと思ってなかったですね。本当に日本みたいです。もうことあるごとに素敵ですよね。いやー、めちゃめちゃでもいいですね。マジクソ暑いですけども、雨降ってるよりかは全然いいんで。うわ、すごっ。ちょっと全然人いないけど、ここは何ですか。これも古代の遺跡なんですかね。ほとんど観光客の方もいない。すごい、ここも遺跡のまんまを残してるみたいな、そんな感じなんですかね。でもすごいですね、これもそのまま残してるんですね。いやめちゃくちゃすごい。では行きましょうか。いや、本当にイタリアも街ブラが最高に楽しいですね。本当にいろんなのが急に出てきて、それを調べて歩くのもまた楽しいですね。ローマとかこういう系になるともう本当にファイナルファンタジータクティクス思い出しますね。やってた方いらっしゃいますかね。確かあれはローマを舞台っていうか、あっちの方のやつを多分題材にしてましたよね。いや、すごい。ここら辺もずっと、これは遺跡なんでしょうかね。あ、中に下に人が降りれるってことは、ちょっと見学できるんだ。すごっ。普通に奥の方に人歩いてますね。いや、ローマすごいですね、本当に。いや、見るところがめちゃくちゃある。この前パリを歩いたじゃないですか。めちゃくちゃ日焼けしたんですよ。多分今日もめちゃくちゃ日焼けしてると思います。ではパンテオン着くまでちょっと一回止めましょうかね。いやー、すごいです。ということで到着しました。いや、ここもめちゃくちゃでかいですね。そしてすごい人です。今私はね、正面のちょっと高台みたいなところにいるんですけども、いかがでしょうか。いや、これも想像してたのは10倍ぐらいでかいですね。いやー、いいですね。これでよかったです。はい、ということで今私はね、こんな感じの高台の噴水の前にいて、ここはねちょっと涼しいです。水があるということで、でここからこんな感じで見れるという感じですね。いやー、結構思ったより、あの観光スポットがまとまってるんで、まあ私は気合で歩きましたけど、全然歩いても行けそうですね。いい散歩道っていう感じです。はい、ということで疲れましたね。そろそろ4時ということでホテル戻りたいと思います。明日ねめちゃくちゃ早いんで、ちょっと早めに戻りたいと思います。いやー、本当にいいですね。それだね、今ねホテルに戻ってシャワーを浴びたところなんですけども、ちょっとこの4階のフロアでなんかトラブってるみたいですね。さっきからね、ドアをガン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 、まあ私の部屋じゃないですよ、私の部屋じゃないですけど、ガン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 って叩いて、なんとか、なんとかって叫んでる声が聞こえてて、ビビってます、完全に。何があったんでしょうね。間違いなく男性の方が怒ってるのは分かるんですけど、切れ方が半端じゃない。今ちょっと止んだんですよね。ちょっとあまりにもね頻発してるんで、
今レセプションの方にね電話して、あの4階の方に来てくれっていう風に頼みました。ちょっと怖いですよね。また始まりました。また始まりました。大丈夫ですかね。怖っ。ではちょっと夕飯を食べに行こうと思うんですけど、ちょっとさっき怒鳴ってた人がいたんでちょっと怖いですね。大丈夫そう。ということで外に出てまいりました。夕飯食べに行きましょう。いやー、暑さもねだいぶ緩くなっていいですね。今ちょうど6時半ぐらいですね。いやー、ちょっと一回ホテル帰ってねゆっくりしてたら、あの他の客室で多分トラブってたみたいですね。ちょっとよくわかんないですけども、男性の叫び声とノック蹴る繰り返し行われてかなりビビりました。まあでも今何ともなってないんでまあ大丈夫でしょう。いや、ちょっと怖かったですね。夕飯食べに行こうと思ってたんですけど、なかなか出れなかったですね、怖くて。まあホテルの人も対応してくれたと思うんでまあ大丈夫でしょう。ああ、この時間のこの時間いいですね。いや、本当に日中は本当に鬼でしたね。めちゃくちゃ暑かったです。で、今回ね、あの夕飯食べるところはちょっと有名とかそういうのは全然なく、昨日ね、ピザ客室でいただいたんですけど、そのところを、まあ、せっかくね、非常にあの親切な店員さんだったんでそこに行こうかなと思います。まあ、ホテルからもね、かなり近いんで、まあ、ここでいいでしょう。でイタリアはねちょうどあと2時間ぐらいで日の入りになるんで、まあ、結構遅くまで遊んでもあれですね、明るいうちに帰ってこれる感じですね。8時まで明るいっていいですよね。また来たんかお前って顔されちゃうかもしれないけど、でも昨日の店員さん多分いないだろうな。昨日非常に対応が良かったこちらです。映ってるかな。はい、はい、ということで席着きました。あのね、お店はねこんな感じになっておりまして、ここは今私が座ってるのは外の席なんですけど、まあ、中の席も楽しめるみたいなそんな感じになっております。まあ、私はですね、ちょっとね音楽がガンガンだったんですよね昨日の時点で。外でいただきたいと思います。入るとねこんな感じでワインリストとメニューがいただけます。まあ、ちょっと私はですねワイン全然わかんないんでワインはいただかないですね。はい、ということで、まあ、できればねあればカルボナーラをちょっと食べといた方がいいかなと思ってるんですけど、昼もパスタだったんですけどレンチャンパスタですね。あ、シャワー浴びて髪の毛を直してくるの忘れてしまいました。申し訳ない。まあ、あれですね、どこのお店もちゃんと英語表記があるんでいいですね。分かんなかったらちょっとしゃべれば Google 翻訳で全部翻訳してくれるんで。ああ、やばマジで、はい、Thank you ヤクザヤクザなんでヤクザ知ってんの。いや、非常にユニークで嬉しいですね。なぜかヤクザっていう言葉を知ってるんですね。かなりびっくりです。ということで注文していきましょう。ちょっとねカルボナーラとかないのかな、ちょっと聞きましょう。カルボナーラがなかったらもうあれですね、この前今日の昼にねトマトソース食べてるんでちょっと考えます。もう一回このトリッパっていうね蜂の巣、日本で蜂の巣って呼ばれている内臓系の料理があるんですけども、それもちょっとね食べてみたいなと思って
カルボナーラとトリッパにしたいんですけども、カルボナーラはないかもしれないですね。ということで残念ながらね、あのトリッパっていうね蜂の巣の料理はねないそうで、なんだっけ、カルボナーラあるということで、カルボナーラいただきます。カルボナーラちょっと食べたいなと思ってたんで、せっかくイタリアに来てますんで、ね、嬉しい限りですね。ということでちょっと待ちましょう。なんかねテーブルサービスの人が決まってるみたいですね。やはりあのアメリカもそうですけども、あの店員さんは店員さんでね、あの決まってるみたいで、このテーブルはこの人みたいなね、まあ、そういうのがあるみたいですね。でね、ここあの多分画面傾いてると思うんですけど、ここ坂道なんですよ。まあ、日本ではまずありえないですよね、坂道にこの路上の席があるっていうのは。まあ、これもね、まあ、イタリアならではっていう感じですよね。ちょっとあの直しておきますけども、これもね面白いですよね。だからいつもずっとね斜めってるんですよ基本的にはね、あの中の席をね、中の席はあの平らにちゃんとなってるんで、まあ、基本的に中の席をね案内してると思うんですけども、私はねあの音楽の関係で外がいいってお願いしたんで、まあ外でねあの利用されてる方いないですね、うん、まあ満席以外の時に利用する人もまあいないでしょうしね。はい、ということでカルボナーラ注文できましたんで、ちょっと待ちたいと思います。それではですね、先ほどの店員さんがねまさかのスパークリングワインをおまけでくれるっていうね、おまけおまけっつってくれましたいやありがたいですね。あ、どうやら話を聞いたところですね、彼の、ベストフレンドの奥様が日本人ということで、日本語がね、まあ、ある程度わかるみたいなね、そんな感じみたいですね。でここの近くにハマセっていう日本食レストランが、割烹ってなんか広告を見たんですよね、多分そこだと思うんですけども、まあ、刺身とかを出して非常に美味しいらしいです。でもありがたいですよね、こうやってね。だからヤクザとかね知ってたんですねいやこういうねありがたいですね。はい、ということでいただきます。いやめちゃくちゃうまいですこういう出会いがあるのまたいいですね、嬉しい限りです。なかなかね私も言葉が全部が全部ね分かんないんであれなんですけども、まあ、彼の英語は、まあ、ある程度理解できたっていう感じですね。いや嬉しい限りです。ということで今ねお水が運ばれてきました。まあ、基本的にこのイタリアとかドイツとかもそうですけども、お水を頼むと炭酸水か普通の水か結構聞かれますね。まあ私は普通の水を基本的に頼むんですけど、炭酸水好きな方は炭酸水でもいいかもしれないですね。ということでカルボナーラね待ちたいと思います。どんな感じなんですかね。日本とねだいぶやっぱり日本のカルボナーラは日本人に合わせてるねみたいなので、ちょっと楽しみでありますね。はい、ということでもうしばらく待ちましょう。それではいただきたいと思います。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。あの日本みたいにねスプーンは来ないんですよね、パスタですね。お行儀よく食べるのはちょっと難しいですね。はい、ではいただきます。美味しい。あ、日本のカルボナーラと本当に全然違いますね。まあ見ていただければね分かる通り、そんなにねクリームクリームしてないんですね。うん、まあ、入ってるものはねベーコンとか同じようなものが使われている印象ですけど、味付けは全然違うんですね。めちゃくちゃ美味しいです。これはちょっとね食べに来てよかったですね。うん、ちょっとこれを知らないで帰るのはちょっともったいなかった気がします。いやお昼のねパスタも美味しかったですけど、これもめちゃくちゃ美味しい。まあカルボナーラローマ発祥ですよね確かね。うん、いやこれはめちゃくちゃ美味しいです。ということであとはねゆっくりいただきたいなと思うんですけども、いやぜひねローマに来た際はカルボナーラ食べてみてください。ちょっとどっかの前のレストランで話してるかもしれないですけど、イタリアっていうのは基本的にチップっていう文化はないみたいですね。はい、アメリカみたいに。これも非常にありがたいポイントですね。はい、まあもちろん払ってもいいんですけどね。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。ちょっとねメニューをねちょっと見つけられなかったんで、いくらかちょっと分かんないんで、お店出た後にねまた言いたいと思います。
ではまたゆっくりいただいて出たいと思います。ということでお店から出てまいりました。なんと食後にもね、あのサービスでお酒をね、ちょっと画像ここら辺に出しておきますけども、いただいてしまって、もう結構ベロンベロンになっております。いやありがたい限りですね。いや非常に優しい方でした。まあ、このねヒルトンのキュリオコレクションから歩いてね5分もかかりませんので、もしね利用される方はお店ね概要欄に載せておきますんで、彼がねいると思いますんで、ぜひ利用してみてください。いやこういうおもてなしっていうのは本当に嬉しいですね。ありがたい限りです。ということでホテル戻りたいと思います。いやお腹もいっぱいですし、ベロンベロンで非常にいい感じになってます。ホテル戻ります。ということで客室に帰ってまいりました。やはりねスパークリングワインとその後のねお酒、ちょっとあれねめちゃくちゃ強かったんですよね。ということで今もねかなり酔っ払っております。ということで今日のところはね、はい、明日ねフライトめちゃくちゃ早いんですよ。6時には空港行かなきゃいけないんで、まあ、4時ぐらいに起きて、まあ、準備していくっていう感じになりますんで、今日のところはですねもうかなり酔っ払っておりまして、今ねもう8時半ということですんで、このままね休みたいなと思います。すいません、顔が真っ赤っかになってると思うんですけども、こんなに酔っ払うとはね正直思いませんでした。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。本当に最後にね行ったレストランでこんなに親切な対応いただけて本当にありがたい限りですね。ということで今日のところはおやすみなさい。